はい、今日はね、やっとプロスピパークの累計報酬が取れたんで、早速引いていこうと思いますと。で、セレクションじゃなくて、これか、ベスト9、タイトルホルダーセレクション。まあ、セレクションあってたね。で、狙いはね、狙いは、山川でしょ？逆と、こっちか。秋山。で、あとは、山田哲人かな。この3人を狙っていきたいと思います。てか狙ったから当たるわけじゃないんだけど、まあ、西武の選手は確率が高いから、まあ、来てもおかしくないんじゃないかなっていう期待はしてる。よし、てかゴールド契約書ほんとすごい溜まってきた。また一気に開封していきてえな。今過ぎたな。ありました、S ランクベスト9&タイトルホルダー契約書第1弾累計報酬になります。プロスピパークの、わあ、頼むよ本当に。山田哲人お願いします。あー、緊張する。怖い怖いよー。鉄とお願い、マジでお願いします。鉄と、はい、やっぱセーブ。しかも源田か。あー、まあ源田さん育ててたからいいか。まあ足は、走力はどれくらい？68か、もっと高いかと思ったけど、そうか、でも守備うめえな。そっか、源田か。そしたら第2弾に期待しようかな。第2弾は巨人の選手来るかな、さすがにね。よし、じゃあ今日は短いけどこんなところで、次回はまあどうなるかな、ゴールド契約書か新しいイベントの累計報酬とかになるのかな。わあ、ベストナイン行けなかった。タイトルホールダーベース山田哲人が欲しかった。ちょっと残念だけど、まあ源田さんはまあ持ってるんで、育てられるんで育てていきたいなと思います。ではまた次回もよろしくお願いします。またねー、チャンネル登録もお願いします。